本場の徳島の阿波踊りの成長を目指してですね、練習をしております。今年は、江ノ島もそうなんですけれども、地元湘南の方に何とか出演をさせていただくんですが、今年はですね、藤沢の湯行の盆だとか、湯行の盆の前夜祭、あと本祭の方にも出演させていただくことが決まっております。また高円寺阿波踊りだとか、埼玉の南越谷阿波踊りで、昨年には、本場徳島阿波踊りも、参加してですね、全国で、活動している阿波踊りグループです。これからもですね、湘南を拠点にですね、阿波踊りを発信していけたらなと思っておりますので、どうぞ今日初めておそらく阿波踊りをご覧になる方もたくさんいらっしゃると思うので、ぜひ楽しんでいってください。ではよろしくお願いいたします。3、4、
っす。